ボートレース下関第9レース準優勝戦開始です。なお第9レースケンちゃん様によります冠協賛レース昭和の酒場赤ちょうちんとタイトル付けられています。第9レース対戦メンバー1号艇谷村和也、2号艇柳生泰治、3号艇上平慎治、4号艇別府正樹、5号艇石田剛、6号艇峰重裕二、以上6名です。1、2、3、4、5、6枠なり作戦待機行動。人気地元1号艇谷村和也1コース、相手も地元注目は2号艇柳生泰治2コース。このカード地元コンビのワンツー決着にファンの期待集まっています。3コース3号艇上平慎治、4コース角4号艇別府正樹、5コース5号艇石田剛、大外6コース6号艇峰重裕二。さあ上平以下遠征勢ももちろんここは優勝を目指すという形になります。枠なり3対3です。第9レース1つ目の準優勝戦、スリット付近肌の動きは緩やか向かい風です。第9レースの準優勝戦枠なり3対3進入インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。4コース4号艇別府あたりが若干スリット優勢ですが、さあ攻めていくか。4号艇別府がスーッと伸ばしてまくりに行く。1号艇谷村揉まれて交代、差し場があった2番、あとは3号6ですが、ここは角ばかり決めたが4号艇別府正樹です。2番手は5号艇の石田と2号艇の柳生の攻防に、後方は1番3番6番なおスタートは前提正常でした。4号艇の別府がトップで向かいます。一瞬2マーク、2番手争い1号艇谷村は盛り返しますが、5号艇2号艇それぞれ相当から旋回。2番手は5号艇の石田で、3番手が2号艇柳生、4号に4番5番2番、レースは2周目、僅差の4番手に1号艇谷村、後方は3番6番です。現状4号に、そして1号艇谷村が3番手を目指そうかという構えです。2号艇の柳生が1号艇谷村を待っての差しですが、さあ1号艇谷村が一気に今度は2番艇接近していきました。2周1マーク好旋回を見せて1号艇の谷村和也がなんと優勝圏内2番手を目指そうかという形。5号艇の石田を捕まえに行く。2周2マーク5号艇石田が待っての差しですが、2号艇柳生壁になって、この間1号艇の谷村が2番手抜け出した。3番手2号艇柳生の4-1に最終周回です。2番手は2周2マークの混戦から1号艇谷村浮上、3番手も2号艇柳生の4-1に4番手まで交代。5号艇石田、最終1マーク4号艇別府トップ、2番手1号艇谷村、3番手は2号艇の柳生で4-1に4番1番2番、2連単4-1は 33.6 倍、3連単4-1に 104.6 倍を示しております。4号艇別府正樹角からまくってトップ、最終ターンマーク2番手は道中から浮上、1号艇人気の谷村和也、3番手2号艇柳生泰治の4-1-2。第9レースの準優勝戦、1着4番別府ゴールイン、2着1番谷村ゴールイン、3着2番柳生ゴールイン、あとは3番5番、そしてラストで6番ゴールイン。